こんばんは。僕は怒っています。というわけでね、なんで怒っているのかっていうのを説明したいんですけど、その前にね、ちょっとその原因となった今日使うピッチャーを紹介したいと思います。今学選手です。で、僕はね、先日今さんのね、最強配球を紹介するっていうショート動画を出したんですけど、まあその中のね、コメントに、今打たれやすくて使いにくい、この配球をやったら最初のカットボールでホームランを打たれたとかとかね、まあいろんな心のないコメントが寄せられました。で、まあ正直僕は石川さんの次ぐらいにね、三馬さんは強いと思ってて、まあはっきり申し上げてしまうと、それはあなたの配球が悪いだから打たれてます。はい、ということでね、もう今日はこの三馬さんの最強配球をね、もう一本丸々動画にして、1試合でね、もう一発勝負で今日はやっていこうと思います。それではリアタイやっていきましょう。なんでね、そんな三馬さんをね、弱いかって、おそらくね、スピードがそんなにないんで、配球がね、結構大事になってくるピッチャーなんですけど、まあ基本的に左バッターは引っ張り警戒にして、ここのスライダーですね、これはボールと思ってくれるんで基本的には振りません。そしてもう少しね、内側からのスラーブでこんな感じで引っ掛けさせることができます。これがね、配球の1つ目。そして右バッターの場合は、まずはここにカットボール、これはね、正直ボールでもいいです。で、こうやってカットボールはね、ボール球になるっていうのを相手にね、見せつけます。まずこれで OK。 ちょっとこれはね、配球が良くない。まあ3ボールにしちゃったんでしゃあないですね。で、まあまあまあ、点を取られなければ OK ですよ。まずは誘いのね、スライダー、もうこれね、これは振っちゃいますということで、まあまあまあ OKOK。 で、左バッター、ちょっと左バッター多いな。本当はね、右バッターで解説したいんだけど、じゃあまずはこのスラーブ、そしてカウント球はね、本当にこれが一番いいですね。これはね、相手振れないんで、まあ正直2球連続ぐらいまでだったら投げていいかなと思います。そしてスラーブいきましょう。まあまあ、こうなるんですよ、本当に。スライダーよりね、甘いコースから曲がってるんで、やっぱりね、左バッター振っちゃいます。で、できれば右バッターの解説したいんで、まあ次の回にやろうかなと思います。まあ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 、さすがですよね、岡さんは絶対に打ちます。で、ちょっとね、ロッテは今日7連敗してるんで、よーし、えぐ、ご飯が進む。今ね、5回なんですけど、まあまだ同点なんで、ちょっと本当に勝ってもらわないと、テンションが最近非常に低いです。本当にロッテが負けちゃうとね、やっぱ日常生活にも影響してくるんで、いいね、ど真ん中。まあ故障者っていうか、あの離脱者が多いのもね、結構大きな原因だと思うんですけど、まあそれを乗り越えてね、頑張って逆転 CS 狙ってほしいですね。まあこの三郎さんでね、思い出したんですけど、今日谷保さんがね、今シーズン限りでの引退っていうのかな、あのアナウンスをね、もうやめるってことを発表されてて、まあロッテファンとしては非常に悲しいというか、まあ、30何年間やられてて、1回もね、優勝ができなかったっていうのが本当にかわいそうというかね、まあ優勝を見せてあげられればよかったんですけど、なんとコールドゲーム、超もう1試合行かせてください。さあ、ちょっと5試合やってきまして、4試合かで、さあやろうと思ったら、お相手の方、ロッテのスピリーグ2位の方です。ということで、三馬さんじゃなくて誰でも通用しません。まあだからちょっとこれに通用したら褒めてほしいね。もうロッテ純正だからね、この人、もう三馬さんを知り尽くしてる。その人が打てなかったら、もうね、文句ないっしょ、さすがに。ロッテ2位だからね、もう一回言うよ。ロッテ2位で。まあ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 、もう、正直コールドされなかったら、OK なんじゃないかってぐらいの相手です。まあまあ、分かってる。しゃあない、しゃあない。いやー、ですよね、通用しないです。さあ、ということで、僕は何かの夢を見ていたようです。まあもう2回もね、ローテ回したら、3回、4回、何回で始めたっけな、この試合って感じの試合が、
今8回裏大ピンチを迎えております。4対1でね勝ってたんですけど、気づけば4対2になって大ピンチ。よし、まあこの試合を落とすようじゃもう CS はしんどい、そんな試合を迎えているんじゃないかなと思います。澤田が抑えました。いやー素晴らしい、よかった。まあまだね勝ちが決まったわけじゃないんですけど、今この瞬間にね澤田抑えました。ということでちょっとまたなんか点取りすぎてしまいそうなんで抑えようと思います。よし、そして4点の援護とともに行きましょう。最強の配球術、まずはスラブから。まあこれ様子見ですね。まあこれを振ってくれる人はもう三馬さんをね打てません。上手い人はねあれ見極めるんで、まあこのスライダーと、あーこのスライダーはねちょっと振るんかって感じですけど、左バッターしかいないな。まあこういうこと、左バッターはねこういうことちょっと見てもらえればわかるかなと思うんですけど、基本的にね左バッターはこのスラーブで抑えていきます。さあということでお待ちかねの右バッター来ました。もう本当にね三輪さんはカットが命なんで、ここでね遊びまくるんですよね。まずはインコース甘くいきました、すいません。ちょっと今のはマジで甘くいった。でこうなるとここからスライダー、これはねボール球です。こういうね振っちゃうっていう配球もできるし、何してんだ。さあもう一回右バッター来たんでやっていきましょう。じゃあまずは今と同じスライダーを投げて、あー全部振っちゃう系タイプですね。まあこういうことだったら簡単に抑えれるんですけど、まあ逆にカットボールとかね遊んじゃうこともできるっていう最強の配球でした。はい、でちょっとね今三輪さんのピッチングが終わったんですけど、僕ねちょっと今だいぶ打率下がってしまって、4割4分5厘までだいぶ打率が落ちてしまったんですけど、まあ4割5分ぐらいまでは正直全然あの配球さえ覚えれば通用すると思うんで、まあぜひね持ってる方は使ってみてください。でおそらく三輪さんのことをね打てるとか言ってる人は、まあ一部の人を除いて3割台とか、まあお口だけの人がね多いと思うんで、三輪さんをね持ってる人はもうどんどんね、最強の配球で強いってことをねちょっと世間に広めてもらいたいなと思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。